はい、こんにちは。まえチャンネルまえはるです。今日はこちらですね。うん。仮面ライダードライブタイヤ交換シリーズ TK08 仮面ライダードライブタイプデッドヒートです。はい、こちらは、なんと2モード変形するんだね。うん。仮面ライダードライブタイプデッドヒートからデッドヒートマッハに、変形させることができるみたいだね。うん、なかなか面白いね。うん、だから一人で二役できちゃうわけだね、これもね。うん。うん、どうやら前輪シューターが入ってるっぽいよね。うん、ドアジオも入ってるんだよ。ドアジオも入ってるのかな。この箱の後ろ側を見るとドアジオも入ってそうな感じだね。うん、では早速開けていきましょうか。うん、じゃあ様子、せーの、はい、あ、ドアジオ入ってる。おお、よいしょ。おお、あ、分かれてんだ。あ、ドライブと一緒だね。うん、取り出してください。じゃあまずドライブ本体から、これとこれだね。そうだね。一応このデッドヒート用の、体にはめるタイヤ、それと胸に差し込めるメーター型のタイヤ、これが2つついてましたね。はい、そして小さな前輪シューターとドアジオもついてました。ドアジオはちゃんと開くのかな。あれ、開かない。あららら、らタイプテクニックについてきたドアジオは開いたのにね。これ開かないね。開かない。残念でございました。じゃあちょっとこれにセットしてみようか。うん、はい、こちらが TK08 のタイプデッドヒートですね。うん、こんな感じ。うん、で、ここにドライブドライバーついてて、胸のタイヤでしょ。うん、これもあるね。うん、曲がるけど、あ、普通の本タイヤとちょっとダーンってなった時にちゃんと、あ、そうかそうか、これだから回すっていうか、こう固定だね、こっちでね。タイプデッドヒートはこういう感じかな。うん、そうだね。これね、前から見るとドライブなんですけど、うん、後ろに回すとですね、ここにマッハドライバーがついてんだね。うん、だからこのベルト部分をですね、くるりとくるりと回転させると、まあ、ハードライバーが前に来ますね。それでこの頭のね、ヘルメットのこの部分、これを前にスライドさせると、これでマッハになるね。デッドヒートマッハ。うん、あ、そっか、デッドヒートマッハ。このカチッとなんないから、これなんかフラフラしちゃうけど、ここはちょっと残念かな。うん、デッドヒートマッハ。これでデッドヒートマッハだね。なんかあれだね、デッドヒートマッハってこうやって見るとドクロみたいな顔してるね。なんかちょっと怖くない？ほら、ドクロみたい。怖くないけど、ちゃんそう、なんかドクロみたいだな。可動はいつもの通りだね。結構、うん、結構よく動くね。うん、ドア銃と前輪シューター持たせてみるとこんな感じですかね。仮面ライダー、俺がお前たちを倒す。それは絶対にさせない。新人さんもやるね。行くぜ。なんて強いんだ。なんかマシンチーさん前より強くなってるぞ。そうだね。よし、これを使おう。はじそれがどうした。来い、ドアジュ。どうだ、これがタイプデッドヒート、使えた。やるな、仮面ライダー。強くなったな。ちょっと待ってよ、新人さん。俺にも貸してくれよ。よし、行こう。レッツ、変身。よし、じゃあこれで俺がやっつけるぜ。頼むぞ。追跡、撲滅、いずれもマッハ、仮面ライダーマッハ。さらばだ、仮面ライダー。はい、ということで今回は仮面ライダードライブタイヤ交換シリーズの TK08 タイプデッドヒートでした。